はい、石川誠のバンプス TV です。ようこそ。はい、11月もね、最終日になりまして、おそらく、これがアップされるのが12月頭だとは思いますが、続々とねスキー場もオープンして、今日の情報だと、富良野スキー場もねすごいパウダーで、いい雪を滑られたような、模様を、Facebook の方で確認しております。本州の方も、神楽スキー場の方ですね、オープンしまして、皆さんね、関東近郊のスキーヤーも、初滑りを、楽しんだんじゃないかと思います。はい、私は12月のね、初旬にちょっと1回行ければいいなっていう、感じは、思っておりますが、まあ、用具のテストもねしながら、ちょっと行ってみたいと思います。はい、今日はですね、ボアシリーズ第2弾としまして、アトミックのね、このボアシリーズが入ってきました。フォークスウルトラ XTD130 ボアグリップウォークですね。アトミックもね、去年展示会で、試測させていただいて、まあ、非常にね感度もよく、いい感じだったので、皆さんに説明させてもらいました。そちらのね説明をさせていただきます。まあ、アトミックといえば、メモリーフィットですよね。シェルを、オーブンで焼いて、インナーもオーブンで焼いて、足型にねこうシェルから合わせていくっていうメモリーフィットシステムですよね。まあ、過去に、数足作りましたが、結構ね、いい感じで成形できるんですよね。まあ、足の幅の広い人、まあ、部分的に骨がすごいたくさん、出てる人なんかはちょっと、部分出しになってしまいますけども、メモリーフィットでねかなりフィットする印象はあります。こちらですね、ボアシステム。ボアはねおそらく K2、 先日の K2 と一緒ですね。これ同じ、メーカーでやってるのかなとは思います。はい、こちらがそうですね、インナーが、そうだ、 K2 とはねちょっと違うのは、インナーはねミミックインナーなんですけど、あのレーシングブーツとかにもね使ってるインナーなんですけど、インナーがボアではないですよね。K2 の方は、ボアシステムに、搭載となっております。走りした印象としてはやっぱアトミック、あのレーシングのねブーツで、有名ですけども、どちらかというとこうちょっとレーシングテイストも強いのかなと思います。幅もね、若干こう狭めで、しっかりとね、ボアを回せば、しっかり締め上げられるイメージはありますね。ラストはね、こちらは 98mm ナローラストですね。 98mm ラストなので、割とねこうしっかり締め上げられるようなイメージはあります。あとは、こちらですね、ウォークモード。ウォークモードが、結構ね、可動範囲も、多いんじゃないかなと思います。これ今実際に持っていますけども、グラム数はすごい軽いですよね。数値的には26.5で 1831g ですね。ですので、まあ、いろいろなブーツ持ってますけども非常に軽いです。なので歩行時、またはね滑るときも足にかかる負担なんかは、少ないんじゃないかなと思っております。一応ね、こういったグリップウォークですね、まあ、ちょっと再生素材なのかな、あのこう マーブル状のソールってなんかこうエコな、ね、感じのものが多いんですけども、エコ素材を、混ぜてるっていう素材が多いんですけどね。一応こちらにはスカイウォークグリップソールって書いてありますね。もう空を歩くグリップソールっていうことなので、皆さんねこれを購入された方は、期待感がね増すんじゃないかなとは思います。はい、でこちらですね、今年はボアに関しては
130、今手元にある130と、110ですね、ボアの方は。あと通常ボアじゃないタイプの、ホークスウルトラ XDD130 のグリップウォーク、120のグリップウォーク、110のグリップウォークという形で、ラインナップはしています。ただね、僕も、K2 と比較すると、K2 の方はね、どっちかというとやっぱりフリーライディングなイメージがあるんですね。足を入れた時に、足がこう、痛いとか締め付け感がこうありすぎるとかっていうのがなくて、ナチュラルにこうフリースキーイングを楽しむためのブーツなのかなとは思います。でアトミックはね、やっぱりヨーロッパのブーツで、レーシングブーツも作っているので、しっかりとね、こうレーシングテイストが入ってる感じはありますよね。締め付け感とか、あとはフレックス感とか、ちょっとレーステイストっていうか、僕も昔レースやってたんで、レーステイストのね、こうタイトなフィット感を、感じられるんじゃないかなと思います。比較してもね、いろんなボアブーツ出てますけども、アトミックに関してはさっき言ったようなちょっとレース感、レーシングブーツ的な、感覚を求められる方は、非常にね、向いてるんじゃないかなとは思います。それぞれね、みんなスキーのねスタイルがありますし、いろいろ滑る場所もあると思いますので、そのような感じでね、決めていただければ。幅に関してはメモリーフィットなので、ある程度は、幅は出せるとは思うので、基本、98mm ですよね。なのでちょっと細め、若干細めだとは思います。はい、一応こちらはですね、レディースウーマンもありますね。ウーマンは、115ですね。フレックスが115のボア、その下は、フレックスが、95の、女性向けのボアもあります。僕はね、ボアは女性いいと思いますよ。なんか簡単にこう締めれますし、バックルでね、女性でもバックルはすると思うんですけど、なんかこう締めたり、これ逆回しですけど緩めたりとか、あとはこれ今引っ張りましたけど一気に緩めたりとか、滑るときはまた締めていくっていうようなね、簡単に、できるのかなとは思います。今までのねスキーブーツとはちょっと違った感覚でね、試せるんじゃないかなとは思いますので、はい、ぜひね、アトミック、あとはフィッシャーとか出してるのかな、サロモンか、フィッシャーサロモン、K2 アトミックって感じですよね、ボアはね。なのでこれからね、どんどん多分おそらく、聞いた話ですけど、レーシングのブーツもボアを、だいぶテストしてるみたいなので、この先ね、なんかこういうこのボアシステムの需要がね、どんどん増えていくんじゃないかなと思います。アトミックの、フォークスウルトラXTD のボアですね、をご紹介させていただきました。お問い合わせはね、ぜひバンプス、横浜店石川まで、お問い合わせいただければ、いろいろ回答できますので、YouTube 上のね、結構書き込みとかでも質問は、受け付けてますので、いろいろ、100% 返信しております。ぜひね、わからないことを聞きたいことがあれば、ぜひね、コメントいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。はい、では、良いシーズンを、迎えて、いいスキーをしましょう。はい、さよなら。